こんにちは、ネモです。パワープロアプリやっていきます。今回は無課金・利課金向け救援パワープロセレクションガチャ、引くべきかステイすべきか雑談させていただきます。よろしくお願いいたします。ということでですね、社長がついに復刻いたしましたね。待ちわびた方も相当多いかと思います。そして今回の結論からいきたいと思います。今回のパワープロセレクションの社長ガチャですが、無課金・利課金の方はステイで大丈夫だと思います。で、今からその理由というものをつらつら話していきますので、ご興味ある方はぜひ見ていってください。あとはね、ガチャってどうやって選んでいけばいいかっていう選球眼を身につけたい方、まあ僕目線で身につけたい方ですね、は一緒に聞いていただけると、他のねガチャが来た時にもそういう考え方ができるようになるかもしれません。ということでやっていきましょう。で、このガチャなんですけど、守るとか、あとはアマネが来た形と似ているガチャになっていますね。まずは SR 確率がアップしている、これはめちゃくちゃいいですね。そして社長の出現率もアップしている、これもめちゃくちゃいいと思います。で、ちなみに出現割合は 23.27% ですね。で、初回10連は30個で回せて PR 以上1枚確定、2回目 SR 以上1枚確定で40個で回せます、3回目 SR が2枚確定です。で、4回目 PSR が確定ですと。で、ここまでバナー内確定はないです。で、5回目に社長の SR が1枚確定と。で、6回目以降は PR 上1枚確定のガチャになっているので、5回目まで引けば社長の SR は必ず手に入るというガチャになっています。そして、社長大打撃または一発逆転強心臓という内容になっています。で、今ね、北斗高校で、まあ、第一線級のキャラ、まあ、他のね、アンドロメダとかでもね、めちゃくちゃ使いやすいキャラクターになっていて、非常におすすめしたいキャラの一人にはなってるかなというふうに思います。で、じゃあなんで引かないんですか、なんでステイなんですかっていう話をすると、このタイプのガチャ、まあ、50連して、SR の母体が1枚だけ入るっていうガチャは、ちょっとこう無課金・微課金の方には進めにくいかなというふうには思います。まあ、もちろんね、この4回目で PSR 抜けたりとか、まあ、初回でね、SR 確率もアップしているので、抜けたりすることもあるとは思います。ただなんかいろんな確率とかを考えたり、まあ、石の、こう、まあ、運用を考えると、まあ、僕は引かないかなという感じですね。もちろんね、勝てればね、当然、めちゃくちゃいい結果になるので、そこは止めはしませんが、まあ、個人的には止まっといた方がいいかなというふうには思います。で、まあ、6回目以降に関しても、PR 以上1枚確定のみなので、まあ、どんなに引きたくて引いても5回目で終わっておくのが、まあ、ベターかなというふうには思います。あとは、まあ、このガチャだけではなくて、まあ、他の名教高校のガチャとか、まあ、ダイヤのエースのコラボガチャとか、それこそ飛距離くんのガチャとかと比較していただけると分かりやすいと思うんですけど、その段階段階でもらえるものがめちゃくちゃ強いんですね。例えばこの飛距離くんだったら、3回目でもう PSR キャラがバナナから確定と、まあ、今を輝ける七井くん、そしてフランケンで、大和田、まあ、このあたりも北斗高校で使えるキャラクターなんで、まあ、そのキャラたちが PSR 確実に手に入るっていうのも強いかなというふうに思いますし、まあ、特にこのダイヤのエースのコラボガチャ投手ですよね。これはもう正直引いといてくださいとしか言いようがなくて、まあ、この長い期間でね、ダイヤのエースのガチャって、投手のガチャって何回も復刻したと思うんですけど、もう環境的に長く使えるキャラなのは分かりきっています。で、なんでっていうのが、金徳2個持ち投手がこれからきっとたくさん実装されると思うんですけど、やっぱり入れてて、ほぼ確実に成功するのってこの2人しかいないんですよ。まあ、この2人とあとはみなみちゃんですね。ぐらいしかいないので、正直ここは確保しておくべきです。で、まあ、その得意練習の目から見ても、まあ、確かに古谷の球速鍛錬とか、沢村に関してはスタミナと変化で強いけど初強化低いとか、まあ、文句のつけようはないことはないんですけど、それを、補って余りある力を現環境でも発揮してますし、これが腐っていくっていうのはもう相当先になるんじゃないのかなというふうに、まあ、勝手に思っているので、まあ、もちろんね、そのコラボ高校が新しく来てそこに入れないとかはもちろんあるかもしれませんが、まあ、ここは母体は欲しいですっていう感じですね。はい。そして名教高校の強化記念ガチャに関しては、まあ、今日進めるっていうのは正直まあしにくくはなっています。というのもね、名教高校の強化ルートがねもうすぐ終わるので、まあ、正直常設にしてほしいなというふうには思います。そうするとこのガチャめちゃくちゃ進めやすいんで、まあ、強いんでね。で、今日の朝ね、レベル35常設3人配布1枚っていう配こう体制で、
一応 PG 寸前の野手とかもできているんで、やっぱ強さはめちゃくちゃあると思いますし、遊びやすい、まあストレスが少ないっていうのが、まあ、僕の中では名教高校の強化ルート進めたい一つの要因にはなります。なのでお願いします、ぜひ常設強化にしてくださいっていう話と、あとはこのやはりこのガチャたちと比較すると、そのステップアップの旨味っていうのがまあちょっと薄いかなっていうふうには正直思います。もちろんね、そのキャラ性能が段違いに強いキャラクターではあるので、まあこういう形になるのはしょうがないんですけど、まあ今のところはステイでいいんじゃないのかなっていうふうに思います。そしてね、この先々でまあ826、まあ8月26日のパワープロの日のまあ強いガチャとかも来るかなと思いますし、それこそその前とかにね、ちょっと7月か8月か分かりませんけど、新高校もあるんじゃないかなと思いますし、例年の流れを考えるとね。なので今ここで石を消費する必要はないかなというふうに思います、というのがまあ僕の意見ですというところと、まあ一応今回サバカを持ってきてまして、今んとこね、600個石が溜まっております。もしかしたらもうちょっと溜まってるかもしれません。ちょっと一括で受け取ります。ああ、そうですね、まだ、今週の受け取ってなかったんで619個ありますと。で、溜めていけば多分826に関しては、ステップアップはまあ言っても100連とかだと思うので、まあ、500個あれば多分大丈夫でしょうと。結構ね、皆さんから826ってまず何ですかっていう話があるので、今日8月26日のパワープロの日っていうことで、まあそういう話ですっていうところと、まあ、あの語呂合わせでね、あとはまあ石何個取っとけばいいですかとか、まあこのガチャ石何個あるんですけどどれくらい引いたらいいですかっていうお話をいただけます。で、そのあたりはまた別動画で出そうかなとは思っているんですけど、簡単に言うと、まあ、引ききれないガチャ、旨味が取りきれないガチャっていうのは基本的にスルーした方がいいとは思っています。もちろんね、最近コラボキャラが強かったりとか、ちょっとね、ガチャのこう、なんでしょう、ガチャのこう種類というか、まあその引くべきガチャっていうのが変わってきているので、去年に比べてね。なので、まあ、一概に全部スルーしろっていうことは言わないですけど、ただやっぱりこう確実に強くなっていくためには、そのステップアップの旨味っていうのはね、生かしてやっていくのが大事かなというふうに思っています。で、あとはそうですね、まあそのまあ僕のサブアカ自体は確かに引きがまあ良かった方かなというふうに思っているんですけど、そうでなくてもこのステップアップ、この3年2年ぐらい、今何年何どれぐらいやってるんだろう、ちょっと待ってください。今900日ですか、まあ約3年弱続けてきてますけど、まあその中でこう、まあそのなんでしょう、確定じゃないガチャを引いたのって本当にまあ少数だったかなというふうに思うし、まあこの今619個溜まってますけど、その前にガチャ引いたのも2ヶ月前とか、さっき見てきて5月の8日の北斗ガチャですねとかっていう感じだったんですよね。なので、まあ本当にガチャを引くタイミングって本当に3月とか4月に1回とかになって、こうまあそのゲームを楽しむっていう観点からねすると、ちょっとまあ違う方向に行くかもしれません。ただね、その待った分、そしていろんなキャラを使って、こう、配布でもらったキャラクターとか、SR ガチャ券とかで当てたキャラで、まあこう、まったりと遊びながら、ね、その先々でね、こう、強いガチャが来た時に、ポーンって全部入れて、そこでね、一気にパワーアップするっていう、こう、方針っていうのは、まあ一つの楽しみ方にはなるんじゃないのかな、というふうに思います。で、それプラスでね、無課金の方はそういう形にはなりますが、まあこの形、この端末自体が無課金なのでそういう形になるんですけど、まあ未課金の方とかね、逆にまあその安い石だけ買っといて、こうあじゃあコラボ高校のキャラがここのタイミングできたな、まあ先に少し強いガチャがあるけどちょっと引いてみようかなっていう遊び方もできると思いまして、結構こう楽しみ方が多種多様になるんじゃないのかなというふうに思っています。で、まあ課金に関しては普通に何でしょう、楽しませていただいている分っていう感じで僕はしていますが、まあ、それは皆さん、こう、多種多様だと思うので、どうこうってことはないです。ただ、まあ、無課金の方も僕の視聴者さんの中にはいるとは思うので、それなりの数、一定数いると思うので、この端末に関しては、まあ、引き続き、まあ、こういう形で運営していけたらいいかな、というふうに思います。まあ、もちろんね、このアカウントで課金する日が来ないってことではないかもしれませんが、まあ、今のところね、ちょっとこれか。まあ全然こういう初めて応援パックとかもね残ってたりとか、まあ必要であれば課金履歴また公開するっていうこともしていこうかなというふうには思っています。で、まあそのやっぱり継続は力なりではないですが、まあゆっくりとね、こう
まあ、パワープロも楽しいし、まあ、他のね、こう、自分のご趣味だとか、まあ、野球が好きな人は、多分野球好きな人多いと思うんで、まあ、野球やったりとか、まあ、サッカーとか他のスポーツやったりとか、まあ、それこそ他の、まあ、いろんなゲームやったりとか、まあ、いろんな、こう、楽しみ方が人生にもあると思うので、まあ、その一つとしてね、パワープロを一緒に遊んでいただけたら楽しいかなというふうに思いますし、なので、まあ、こう、気楽にゲームなので、まあ、楽しむのがいいのかなっていうところです。まあ、僕はね、このパワープロ好きすぎるので、まあ、死ぬほどやり込んではいますが、まあ、適度な感じでね、付き合うのがいいのかなっていうふうに思うので、まあ、そんな話もね、また今日の生放送とかでできるかもしれません。今日の夜、またできそうな生放送すると思うので、もしよければ遊びに来てください。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。